没落した貴族の慣れの果てというのではあまりにも醜いなあ、レオンハルトよ。とどめを刺してやってもよいが、裏切り者の末路がどうなるか、軍の規律を引き締め直すにはいい機会だ。恨むのなら己の非力さを恨むのだな。エルフの少女一人守る力もないのか。何も見えない。これが死ぬということなのか。結局俺には何もできなかった。俺に力があればですか。ドルと望むならば力を与えましょう。そう、神をも滑る力を。あなたは一体。私はディシャナ。世界の均衡を望む者、力を望むのであれば、私にあなたの全てを捧げてもらいます。未来永劫、あなただけではなく死死孫孫に至るまで魂の器としての宿命から逃れることはできなくなります。魂の器。あなたに残された時間はわずか。魂の束縛か死か、どちらかを選びなさい。約束したんだ、あのこと。必ず守ってあげると。俺に力を。せめて守りたいものを守れるだけの力を。そのためならばこの命、いや未来へとつながるこの魂までも。ディシャナ、あなたに捧げる。いいでしょう。その輝きこそ私が望んでいたもの。あなたに力を。待ちなさい。植木、先に通れぬなら切る。植木、先に通れぬなら切る。大丈夫だったのかい。その人がボグナインが私を守ってくれたの。彼とはどこで。それがわからないの。怖い人たちに襲われそうになって
その時私のことを助けてくれて、それ以外には何も。そうか、私も。いや、俺はレオンハルト。ありがとう。あなたのおかげで彼女との約束を破らずに済みそうだ。主を守護することが我が役目、我はそのためにある。主、主とはどういう。詮索は後です。彼女が襲われたとなれば、まだこの辺りに兵が残っているかもしれません。そうですね、まずは落ち着ける場所まで行こう。話はそれからだ。行こう。君の名前は。私はエリス。エリスか、素敵な名前だね。どこへ向かうのですか。とりあえず奥に進むしかないでしょう。この先に町か村でもあればいいのですが。だったら私が案内してあげる。この辺りはお買い物の時によく通るから、近道も知ってるし。それじゃあエリス、案内をお願いしてもいいかい。こっちよ、ついてきて。無益の血は流したくない。引いてくれ。先に通れぬなら斬る。無益の血は流したくない。引いてくれ。した貴族の慣れの果てというのではあまりにも醜い。
通れぬなら斬る。無益。先に通れぬなら斬る。